シェア、ふるさとリポーター、三春担当の三春松心堂の高橋です。今日私がお届けする三春の自慢は、三春城下新町にある新勝寺の紅葉ライトアップです。本堂の裏の庭園、こちらがですね、ライトアップされているわけなんですが、昼間もですね、金魚がたくさんおりまして、金魚の集団行動が見れて、皆様の憩いの場となっております。なおですね、後ろに見えますこの腰王堂という建物なんですが、こちらは三春で一番古い木造建築になっておりまして、なかなか見応えもございます。この光景はいかがでしょうか。住職が毎日その日の紅葉具合を見てライトの調整を、そして北条池の水面に波が立たないように滝を止めて訪れるお客様をもてなしております。それでは冷えた体を三春城下馬場並の若松屋温泉で温まって、美味しい料理で舌鼓。それでは乾杯。乾杯。若松屋旅館です。ただいま防新年会受けたまわり中です。ぜひ若松屋でお越しくださいませ。お待ちしております。三春にはまだまだたくさん魅力のあるところがございます。三春にぜひお越しくださいませ。それではシェア。